ものすごく強いやつと戦ってるっつうのに、なんだかワクワクしてきやがった。超えちまったな。あの時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えていたんだ。雑巾首ああ、そっか。ああ、埼玉だけど。個々のヒーローの特徴を捉えた。おう、なんだジェノスか。だよな。ヒーロー試験にしちゃ簡単すぎるよな。ほら、そうだった。顔は潰されてるし、ニックネームのようなものでしょ。俺の口に剣を突っ込んでまで連れてきたのは、そんな無体なことを聞かせるためか。参ったな。もっと強いやつまでいるのか。悪いけどみんなは先に蹴っていってくれ。おっさんもヒーローなんだな。数値とかデータで提出できると思うんだけど、新人潰しに A 級1位が出向いてくるとかよ。まったく何も見えなかった。海洋圏を20倍にまでなんとか引き上げるしかねえか。すごい。何なんだお前ら。マジンステージ必殺マジシリーズマジン紅葉ガム変わってんなお前。俺がなりたかったヒーローと違う気が。知らねえよ。残念だったな。俺に同じ手は二度聞かねえんだ。隣行くか。マジで来やがった。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。でもオラだってもっと強くなったって思わねえか。俺が守る。俺は今25だけど、俺は強くなりすぎた。若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。この少子化時代にガキを殺すなんて見過ごせん。おう。この緊張感はいける。足は兜